布マスク配布で安倍首相に批判殺到、実際の発言は昨日安倍首相が全世帯に対して布製のマスクを2枚ずつ配布すると表明しておりますが、こちら、この布製のマスクの配布だけが取り上げられてしまっており、現在批判が殺到しております。実際の安倍首相の発言を簡単にご説明いたしますと、えまずですね、 臨時休校にかかる助成金を活用してほしい。水際対策をさらに強化した。マスクの生産に補助金を出し、さらに増産を支援して、月7億枚を超える供給を確保する。全国の医療機関に1500万枚のサージカルマスクを配布した。来週には追加で1500万枚を 配布する予定だ高齢者施設、障害者施設、全国の小学校、中学校向けには、布マスクを確保し、順次、必要な枚数を配布する。さらに、布マスク1億枚を確保するメドが立ったため、再来週以降、郵便で1世帯に2枚ずつ配布する。世帯において、必ずしも十分な、 量ではないが、マスクの品薄が続いている現状を踏まえ、国民の皆様の不安解消に少しでも資するよう、速やかに取り組んでいきたいとなっておりまして、まあ、こちら実際には、1世帯に2枚のマスクの配布だけではなくて、全国の 医療機関に対してすでに1500万枚のサージカルマスクが配布され、また追加で1500万枚が配布される予定であり、小学校や高齢者、障害者施設に対しても、布製のマスクがまたベッドですね、配布されるとなっておりますので、まあ、お子様がいる家庭においては、まあ、実際には、 お子様の数だけマスクが配布されることになります。まあ、こういったマスクの配布、残念ながらドラッグストアなどにマスクが入荷されても開店直後ぐらいにですね、品切りになってしまう事態が続いており、まあ、普通に会社勤めの方々は そんな朝から並んでマスクを買うことなんてできませんので、マスクが欲しくても買えないという方が大量にいらっしゃいます。そういった中で、このマスクの配布、まあ、ありがたいとおっしゃっている方々もいらっしゃいますので、日本政府には今後もこういった必要な支援を実施し続けていただき、 また国民の皆様におかれましても、こういったマスクの確保、布製のマスクがあれば、洗濯をすれば使い回せますので、不要な使い捨てマスクなどの購入は避けていただき、必要な方に必要なだけマスクが提供できるようにですね、 可能な限りのご協力をお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました